オラピョーショボイシャーカンダンディー、皆さんいかがお過ごしでしょうか。ショットガンダンディー参上です。今回ちょっと変わった動画なんですけども、先日ブッダブランドの人間発電所の解説をした動画を撮ったばかりなんですが、言い忘れたことがございまして、リサーチしてる時に気づいたんですけども、動画を撮ってる途中に忘れてしまって、で編集中に思い出した感じなんですけども、ちょっと自分の中では非常に面白いことだったので、こうやって後で補足している感じの動画を撮らせていただいております。そのままにしておこうかなとも思ったんですけども、やっぱりちょっとモヤモヤしてしまったので、それを解消すべく撮らせていただいてる次第です。すいません、わがままなんですが、やはりブッダブランドの歌詞は非常に深すぎて、自分ももちろん見落としてしまっている部分が多すぎて、でコメント欄にてね、ありがたいことにいろんな補足をいただいて、本当に補足いただいた方本当に感謝しております。本当にありがとうございます。どんどんそのような形で補足していただきたい感じでございますね。で先に言っておきますが、これはあくまでも私の勝手な解釈でございます。正解とかそういう意味でやってるわけではなくて、私がこの歌詞を見た時にどう思ったかって喋ってるだけの話です。で、それが結構正解に近かったりする場合もあれば、的を外れてる場合ももちろんありますので、それはご了承の上、ご覧くださいというところです。ではその、歌詞なんですけども、早速見ていきましょう。こちらなんですけども、ちょっといきさつを説明させていただきたいんですが、この CQ さんの1バース目に最後、言葉切磋琢磨来か御用牙って言ってるんですけども、ここの言葉の単語にずっと引っかかりを持ったわけなんですね。最初歌詞を見た時で、リサーチしていく上で、自分なりの解釈で、あ、なるほどそういうことかっていうところに行き着いたわけです。でそれを繰り返しですが、動画の中で言うことを忘れてしまって、編集してる時に、あ、そうだった、あれ言うの忘れたっていうような感じで今に至りって感じですね。で何に気づいたかなんですけども、これも繰り返しなんですが、勝手な私の解釈です。 CQ さんここでヒップホップの4大要素を入れてるんじゃないかなと私は解釈します。というのも、この言葉って入れてきたのがどうしてもずっと違和感だったんですね。なんか曲を聴いてみても、言葉ってなんか無理やり入れてる感じもするし、この文面的にもなんでこの言葉って入れてるんだろうって引っかかりがあったわけなんですよ。でやっと分かったんですけども、この言葉っていう単語、ラップをレペゼンしてるわけなんですね。ラップの代わりに言葉っていう単語を使ってるわけです。なのでその4大要素の1つ MC というのがこの言葉って単語に入れられてるわけなんですね。で他の言葉もヒップホップの4大要素なんです。切り裂き魔、まずここ解説した動画の中でも言ったと思うんですけども、切り裂き魔っていうのは切り裂きジャックとかそういうところから来てるんじゃないかなっていうのももちろん思うんですけども、もう1つの意味として4大要素の DJ の部分なんですね。というのも当時のニューヨークでは特に言ってたんですが、 DJ の技の中にもカットってあるわけなんですね。もっと平たく言えば、 DJ すること自体をカットって言ったりもしてたわけなんですよ、当時のニューヨークの人たちは。今となってはもうおじいちゃんたちなんですけども、自分よりも全然上で。なのでレコードをカットするっていうふうにも言ってたので、そういう切り裂き魔の意味で DJ って言いたかったんじゃないかなで私は解釈しました。なので言葉の MC と切り裂き魔、カットの DJ のまず2つ入ってます。で3つ目、切り吹き魔なんですよね。これはもちろんグラフィティです。グラフィティっていうのはカランカランカランって振ってペイントが出るようなやつで、スプレーですよね。大体当時のグラフィティは特に壁とかにやってたわけなんですよ。こんな感じにですね、ニューヨークのあっちこっちでもこうやって、グラフィティっつって、無許可でアートを描いていくっていうのは、説明しないでもいいと思うんですけども、こういうことがあったわけですね。でこれをする時に使ってたのがこれスプレー缶なんですよね。こういったもの、これちょっと新しめだと思うんですけども、なのでこのスプレー缶を吹くことをグラフィティとして捉えてるんじゃないかなと私は思います。なので4大要素のうちの3つ目、グラフィティがこの言葉の中に隠されてるんじゃないかなと思います。ただ最後のもうこれはもう自分の勝手な解釈なので、さっきも言ったようにご了承していただきたいんですけども、本当にこれ無理やりな解釈です。最後に残されたブレイキンが、切磋琢磨に入ってくるってことになるわけなんですね。消去法で言えば見せなくてもいいと思うんですけども、ブレイキングダンスっていうのはこういうダンスですね。いわゆるこれももちろんヒップホップの4大要素の最後の1つ、ブレイキングダンスなんですよね。で B-boy っていう言葉もこのブレイキングボーイっていうところから来てたりするっていう説もあるので、ブレイキングダンスっていうのも4大要素の中の大事な要素なんですね。でこの姿こそ切磋琢磨してる姿なんじゃないかなっていう、ここはちょっとごめんなさい、無理やりなんですけども、最初の3つはもうほぼほぼ確定だと自分の中では思います。もう確信を持ってます。言葉は MC、 切り裂き魔は DJ、 切り吹き魔はグラフィティ、最後のブレイキングダンスは切磋琢磨なんですね。
ね。さらにこのご用基盤の部分なんですけども、このイケてる映画ですね、本当にもう見た目もかっこいいんですけども、このご用基盤の主人公みたいな生き様を俺はこのヒップホップの4大要素の中に入れているんだ、それでやっと俺 CQ というラッパーが生まれるんだ、そういった要素で俺は作られてるんだってことが言いたいんじゃないかなと思います。まあ、それで1バース目を締めくくってもいるので、自分を紹介するっていう意味でもかなりかっこいいラインになっちゃうわけなんですね、これが当たってるのであればってところです。まあ、当たってなくても十分かっこいい言葉なんですけども、もしこのヒップホップの4大要素の上に、まあ、日本のかっこいい映画のご用基盤の主人公のいるさ、やんでるさ、イカれ具合、かっこよさをこの自分のヒップホップのスタイルに盛り込んでるんだっていう説明だったらめちゃめちゃかっこいいと思いませんかっていうところですね。でこれを本編の方で言い忘れてしまいました、すいませんでした。でコメント欄の、数ある補足の中でもこのことは言ってなかったので、このことを考えてる人も、まあ、結構少ないんじゃないかなと思います。なので、まあ、こういった動画に残していこうかなと思った次第でございます。どうでしょうか、これについてどう思うか、ぜひともコメント欄にお願いいたしますというところです。で最後にちょっとした話をさせていただきたいんですけども、冒頭で言いましたように、これは不正解とか正解とかそういうものを決める動画でもないし、チャンネルでもございません。私がただ単にそのリリックを見てどう思ってるかを解説している感じですね。ただとはいえ、すいません、ちょっと調子に乗らせていただいてしまうんですけども、まあ、10歳ぐらいの時からずっとヒップホップを聞いてきて、まあ、今41なので、まあ、30年以上ヒップホップを聞いてきました。そしてそれを、まあ、黒人の父親を持っているので、まあ、黒人の目線でも聞けるし、で日本でも、まあ、小中高って卒業しているので日本でも育ってるし、まあ、それをうまくブレンドできている人生を歩んできてしまったわけなんですね。なので結構正解に近い解説ができるんではないかなっていう自負はあります。もちろん完璧ではないので間違ってる部分もありますし、それは申し訳ございませんっていうところです。ただ何度も言いますように、これは不正解とか正解とかそういう話ではなくて、そういう30年間もヒップホップを愛してきたこの半分黒人の日本で育った人間から見て、こういう風なことを言ってるんじゃないかなっていうのがこのチャンネルの存在意義でございますね。なので本当に何言ってんだこいつって思う方がいらっしゃいましたら、気分を害したのだったら、申し訳ございませんっていうのをだけ言わせてください。ただ私は本当にヒップホップが大好きですし、で今回のブッダブランドもほぼリアルタイムで高校生の時に聞いて、めちゃめちゃかっけーと思って、めちゃめちゃリスペクトしている一人の人間としてこのブッダブランドの解説もさせていただいたし、でもちろんブッダブランドもそうですけども、まあ、そのメンバーの人たちももちろん大尊敬していますし、それはで何よりも私はヒップホップ自体をとても愛していてリスペクトを与えてるからこそこのチャンネルを解説させていただいている次第なんですね。というのもやはりラッパーっていうのは非常に考えて歌詞を作ってくれてるわけなんですね。でその歌詞をただ音とだけ捉えて聞いていくともったいないなっていう気持ちがあるわけなんです。でそれはもちろん自分が大好きな US の 90s のヒップホップを聞いてて日本にちゃんと伝わってるのかなっていう疑問から生まれた感情でもありますし、それを理解したらもっとヒップホップが愛せるんじゃないかなっていう気持ちがあるからこそこのチャンネルをやらせていただいていて、志としては日本のヒップホップのレベルの向上につながればいいなっていう大きな夢のもと一応やらせていただいている次第でございます。というのも他のジャンルでももちろん歌詞っていうのは結構考え込まれてるんですけども、自分のこれも勝手な意見なんですが、ヒップホップっていうのは特に歌詞の中にダブルミーニング、トリプルミーニング、比喩的な問題、その上に韻を踏んでるっていう非常に素晴らしいものなんですよね。リリックこそが他のジャンルとレベルが違うところなんですよ、ヒップホップの。でそここそがまた面白いわけなんですね。数あるヒップホップの面白さの中にやっぱりラッパーとして歌えないからこそ歌詞の内容で勝負するしかないみたいな部分もあると自分は思うわけなんですね。それを読み解いていった方が聞き手としてヒップホップのファンとしてより楽しめるんじゃないかなっていう気持ちでいます。なのでそれをなるべく多くの人にやっていただきたいっていう気持ちももちろん入っております。なので私が間違ってると思ってるのならば、本当に気楽に何も気にせずに私のコメント欄にそれを言っていただきたいです。むしろその方が助かります。みんなでヒップホップファンのみんなで一つの歌詞を考察していく、その状態こそ私は生みたいわけなんですよね。なので間違ってたら本当に言ってください。怒りもしないし気にもしません。本当にありがたいぐらいです。どんどん歌詞を紐解いていく人が増えれば、ラッパーさんもやっぱりこれは申し訳ないんですけども、よりいい歌詞を書かないといけない状態になるわけなんですね。でそれこそが日本のヒップホップのレベルの向上につながるんじゃないかなっていう気持ちなんですね。ラッパー自身もやべえ、いろんな人に歌詞をちゃんと聞かれるっていう意識を持っていただければ、もっとちゃんとした歌詞を書く人が増えてくれることを私は願うし、そもそもラップを音と
かノリとかファッションだけで聴いている人だけでなく、ちゃんとあ歌詞もかっけえ、歌詞も面白い、ちゃんと考えられてるんだって分かってくれる人が増えることこそヒップホップのレベルの向上につながるんじゃないかなと私は思っております。ごめんなさい、ちょっと熱くなってしまったんですけども、やはりヒップホップが大好きでヒップホップを本当に愛しててリスペクトしてるからこそこういう話をさせていただきました。すいません本当に。で、怒ってるわけではないです、ちょっと熱くはなってるんですけども、本当にヒップホップが本当に本当に素直に心から愛してるので、皆さんでぜひラッパー様たちが考えてくれた非常に深くて面白い言葉遊びや比喩ミーニングを紐解いて自分たちなりに解釈してったら、より一層ヒップホップが楽しいですよっていうのがまさにこのチャンネルの存在意義なんですね。すいません、なんか恐れたこと言ってるようなんですけども、本当にヒップホップが大好きなので、お許しくださいっていうところです。で、ごめんなさい、あの歌詞をこの画面をもう切り替えたもんだと思って、話させていただきましたが、小さい画面ですいませんっていうところです。まあ、てな感じでちょっと長くなってもあれですので、まあ、こんな感じで終了しますが、もともとブッダブランドの解説した動画概要欄に貼っておきますので、もし気になる方いらっしゃいましたらぜひご覧ください。で、もちろん原曲も貼っておきますので、曲まだ聞いたことない人が存在するのであればいないと思うんですけども、ぜひお聞きくださいというところです。で、普段は月曜日と木曜日の週に2回で、普段は月曜日と木曜日の週に2回に US のヒップホップ曲を基本的に和訳と解説をしている感じでございます。で、たまに日本語ラップも月1ペースぐらいを狙ってるんですけども、で、解説していくので、ぜひともこの動画気に入ってくださった人がいるのであれば、今後もガンガンやっていきますので、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いいたします。で、すいません、ちょっと語りまくってしまったんですけども、もしその志に共感していただいて、私のチャンネルと私自身をご支援いただこうと、思う方がもしいらっしゃるのであれば、ぜひともスーパーサンクスボタンも押していただいて、ご支援のほどよろしくお願いいたします。で、リクエストも受け付けておりまして、和訳解説してほしい曲があればですね、コメント欄にアーティスト名と曲名ご記載いただければ、なるべくこういう動画に残させていただくよう検討しますので、ぜひともリクエストもよろしくお願いいたします。X、TikTok、Instagram などなど、いろんな SNS もやらせていただいております。すべて概要欄に貼られておりますので、もし気になる方がいらっしゃいましたら、そちらのフォローもぜひお願いいたします。特に X は日頃からヒップホップのことについてたまにツイートしたり、まあ、自分のビートとかも、まあ、適当なやつなんですけども、日頃載せていったりしているので、まあ、お楽しみいただけるんじゃないかなと思います。今回もこんな熱くて、ちょっと説教がましい動画を最後までご視聴いただいて、心より感謝しております。本当に本当にありがとうございます。次回の動画でぜひお会いいたしましょう。それでは皆さん、良い人生を。